さんもちょっと視聴にお伺いしたいと思います。はい、まあ、合併10年迎えられまして、うん、各自治体それぞれ特色を持って、10年過ごしてきたと思うんですが、それが合併して、今、振り返って、どう思われているかというか、一体感でいいですか、そういったもの。どう思われているかと言いましてもあれですけど、合併直前まで私はこの具志川地区の議長してましたので、そういう意味では4議会の紳士の議会の規則、それから申し合わせ、そういったボロボロ その事務作業をしてきた経緯がありまして、それと議会としてこの合併議案を取り扱ってまいりましたので、それなりにその合併直前のそれぞれの地域のいろんなその課題とかそういったものが議論されていく中でですね、特に一番厳しかったのがこの具志川地区だったと。そういう意味では合併に至った経緯もそれなりの大きなこの、合併してやれやれという部分と合わせてですね、このスタート時もあれだけの在任特例ということで86名のマンモス議会と。県内の注目も集めましたし、それから県外の方からもですね、全国的に見てももうこういうマンモス議会って前例あんまりないんですね、少ない。そういう中でのスタートでしたから、いろんな思いがありました。で、合併5周年、私が就任してから来れまして、で今度また10周年の節目の年を迎えたということで、ある意味議会側から関わってきた話と、それから直接自分で市長という明大名市長に就任して、その合併のまとめ役を、合併後のその山積課題のその調整解決まとめ役をですね、する担うことになったということ、これも何か人生の大きな何か巡り合わせていますかね、それを感じておりましたね。どうですかね、その市民の方反応といいますか、10年経って、やはりこの合併してよかったというか、そういったその実感みたいなのも感じられることございますか。そうですね、合併のメリットで言われておりますように、この人材の大幅なその広域的な人材の登用ができるということと、これまで その4地区それぞれの狭い地域でのまちづくりというその視野と狭さ、これが広域と大きなその面積になって、で4地区の特性がですね、海あり山あり投資地域ありということで、全く違う特性知性を持ってる、で全く違う文化、同じエーサーでも全く種類が違うというようなですね、そういうその独自独自のその良さもまた認識、改めて認識しましたし、そういったところへ合併してのこれからまた町づくりの可能性というものに夢がある分、それからこれまでの全く知らない文化や地域の考え方と接するわけですから、そういうことのその掌握の難しさ、まず現場を把握できないと市としてどう対応すればわからないわけですよね。そういった地域特性をこう知らないところが多すぎるということに対する、この自分の行政の長になって市長に就任した時のこの見た目では議長でか分かってるんですけども、実際問題行くとその伏線というのが歴史があるわけですね、その裏までたどっていかないと現実の問題が解決できないという、そういうところもありまして、逆にこの市長に就任して合併後の混乱の5カ年と、その混乱の後のもう解決の5カ年、それから一体感を10年を節目に目指すこの後半10年間の後期分を務めさせていただいたということからすると、やっぱ公園嫌なことしいですけど、あっというものを10周年を向けるようになりましたけど、そういう意味では充実したまちづくりだったんじゃないかな。市民の一体感を最大の目的として市民共同のまちづくりということをかけてやりましたから、そういう意味からすると市民 その意識の連帯感の醸成ということについてはほぼうまくいってるんじゃないかなと思います。なるほど。あとはもうこの10年節目にどれだけそのうるま市の魅力や可能性をですね、土台にしてベースにして発展していくか、市民をそういう方向にこうベクトル向けていくか、
にかかってるんじゃないかなと思いますけどね。まあ、その先ほども市長もまあおっしゃられましたけども、そのうるま市って広域合併で、まあ、多様な環境を、まあ、まして、その文化も多様であると、そういったところでその今後その魅力づくりといいますか、そこら辺はどうお考えになってらっしゃるんですか。そうですね、あのやっぱり合併時の時から、うん、あの旧二町桂山にいらっしゃる地域につきましては、まあ、桂山半島という大きな半島と統治地域を抱えていて、うん、豊かな自然景観と自然の資源というものが、うん、当初から注目されておりましたし、また本島地域のその具志川石川地区においてはそれぞれ本島の大きな町というかその良さ、それから経済地域の市街化のそのまとまりといいますかね、それがある程度もうできている、戦後からこれまで歴史のようにできていた地域だったんで、そういう意味で違う地域同士がその市街地の活性化と今後どうすればいいかという悩みとですね、で当地域の方がまたどん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 この復帰後衰退していくというか過疎化していく中で抱えている町づくりの課題、そういったものがそれぞれですね、あのニーズというかどんどん地域が出てきて、この串川石川地区住んでる石川は石川でまた周辺との絡みでですね空洞化してきて、戦後行政の発祥地と言われている中にあっても、もう町づくりの大きなメインはもう人口増のことがあのずっとこれもついてきたわけですね。それからすると復帰後なかなかですね、あの地域がこう一時期の盛り上がりありましたけども、なんか町づくりのその一つの中継地点というか、そこに差し掛かってきて町づくりみんながもうあがいてる状態の中での平成の 大合併ということになりましたから、そういう意味ではこの合併に対してそれぞれ4地区の住民がものすごい期待感で合併したわけですね。ところが合併したからといって自ら努力しないと 何もないわけですよね。棚ごとであるわけじゃありませんから、それが改めて町づくりはあのお互いの市民の住んでる方々の結束力、連帯感、それを一つにして自分たち町を良くしていこうという思いがなければ何一つ進まないんだということですね、この10年間で感じ、かつまたこの市民共同の町づくりと連帯感を一体感を作るために駆け抜けた10年だったんじゃないのかな、でそれに向けてやっぱしようやく今12万市民がですねスタート地点に同じ気持ちで立っているという状況じゃないかなという思いをお誓いすると。まあ、いよいよ、まあ、節目の年、そして、まあ、これからですけれども、まあ市政の、まあ、舵取り役として、どういったところにこう取り組んでいきたい、まあ、課題と思ってらっしゃるところはどこら辺なのかというところをお聞かせ願います。あの幸いにですね、あのうるま市は統計上もそうですけれども、あの失業率の高さと、それから過疎地、それから人口ですね、割と暮らしやすい地域であるけれども、どうも雇用の場がないということからして、まず地元に住んでいただいて、地元で家庭を持って結婚して子供を産んで、地元でこのうるま市で生活していきたいと、一生住んでみたいという地域を作らんといかんということで、これまで企業誘致やら失業率の改善等と向けてですね、さまざまな手を打ってまいりました。石川地域にもハローワークのその国のですね、基礎機関をこう誘致してすぐ検索できるような就活を支援する場所づくりとかですね、さまざまなことをやってきて、割と企業の誘致やその雇用の場の育成で雇用される人材の育成、そういった諸々含めていろんなことをこう手をつけてきました。で人材育成やそういった諸々ができましたので、今度は活性化の地域の活性化の拠点づくりということで、私もうるま市は自然環境豊かですから、当然そこにはさまざまな農水産物があるわけです。自然の恵みがたくさんあるにもかかわらず、それを自らさばく場がない、県民市民に提供する場がないということで、今農水産物のその振興拠点作りをですね進めておりまして、もう要望も終わりました。で地震災をですねこの間したばっかりで、その拠点作りもやって、もう公募してですね、その運営主体等と設定等ももうすでに行っているところです。でまた農水産に関わる方々のですね先進地察ということで、まず
生産者にこの施設を使っていた、で自分たちの所得向上、生産拡大に生かしていたということで、その施設とですね、今年は予定しておりますし、これから自分たちの活動の場、生産活動の場としてですね、生かしていきたいと思っておりますし、また世界遺産がありますので、それを活用した町づくりということで、その拠点づくり、世界遺産跡を活用したその経済の拠点づくりということ、それも今もう絵を描いておりますし、すでにもう構想はできておりますので、まあ昨日ですかね、新聞報道もされておりましたけど、あのそういう民間のシンクタンクからしても先々この夢の持てる事業だということでのお墨付きも得られましたので、市民も大いに期待しておりますし、そのお膝元の方々のですね、灰原が活連遺産の元の城下町としてですね、勝手に栄えていたわけですね、その集落がまだまだ健在でありますので、その地域力を活用してですね、もう 2,3 年も前から地域の方々と一緒に観光の町づくりをしようということで、その意識改革のための先進視察やり、いろんなそのワークショップを持ってですね、まあ、その意識の改革もやっておりますし、それからまた島嶼地域の方々が子どもたち その福祉学級とかなんだかんだということで が学ぶ環境がもういびつな状態でありましたので、それも就任早々これも改善しようということで、7つの小中学校を統合して怪しい小中学校ということで偏在地区にまとめました。で残りのその3島、それから全くの純粋な離島である津堅島あたりもですね、一島一株式会社方式、それぞれの島がそれぞれ島の独自の発展をしていただきたいということで、もう行政にただ七夕でこの島の振興を図るんじゃなくて、自らが島そのものが生産の主体、島に住んでいる方々そのものが資源で、島の一人一人が株主という意識でもってですね、島の振興を自ら考えてやっていただこうと、それを我々はサポート、刺激を与えて、そのやる気にさせるということをずっとやってきましたので、おかげさまでその一番途中奥の方の池島におきましても、その跡地を利用してですね、来年はまた通信学校の訂正学校をオープンする予定になっておりますし、でその学校とまた地域が連携して地域の産物をですね、販売を促進していこうで、地域にまた宿泊施設がありますので、そこの方も民泊、それからホテルの活用等々も含めてですね、島が活性化していくだろう。で芝お越しアート展ということで、ドワンゴの以前からもう4年目に入ってますけど、4件目入ってますけども、池江島を中心としたアーティストを全国から呼んでやってきましたけども、それと合わせて島の産物振興ということをやってきました。でそれがですね、3年間で周辺の島にもその気持ちが伝わっていってですね、で今年から初めて他の宮城島、浜比嘉、それから偏在島でもですね、はい、そのアートの個展は屋外展示も広げていってですね、その他の島々も島民がやる気を起こしてきたということも一つの、これはいい意味での波及効果がですね、出てきておりますから、今後投資規模ですね、もっと活性化していくんじゃないかと期待しているところです。わかりました、ありがとうございます。